こんにちは、シエルです。今日はユニクロのマスクレビューです。皆さんも毎日マスクをしながらね生活しているかと思うんですけれども、少し前にユニクロのエアリズムマスクのレビューをしたんですけれども、その動画を撮影した時にちょうどエアリズムマスクが改良されたタイミングだったんですね。でその後にカラーバリエーションもかなり増えたので、今回はカラーなども含めてね私のお気に入りを紹介したいと思います。色は全色ゲットしました。開封したのもあるんですけれども、こちらが一番最初に出たタイプのエアリズムマスクですね。パッケージがこの正方形に近いもので、パッケージがこの縦長のバージョンに変わって、マスク自体も改良されたということで、こちらはどちらもホワイトなんですけども、開封しちゃったのでちょっと分かりにくいんですが、こちらがグレーのカラーで、そしてブラックとベージュです。カラーバリエーションは4色で、改良前のものもね今日はちょっと用意してます。私個人的には形がすごい好きで気に入っているのと、サイズが SML あるので、大きさを選べるという点ですね。あとは何十回と洗ってもしっかりと使える点です。一番最初に出たタイプのマスクが布地がしっかりとしすぎてて、ちょっと息苦しいっていう噂があったんですけど、改良前と改良後比較してみたいと思います。改良前と改良後で生地感が結構違って、改良前のものはしっかりしてる感じなんですね。裏地がこんな感じです。改良されたのが、はい、こちらが、裏地なんですけど、通気性がかなり良くなったということで、口に当たる部分の方も、この表面の方も、メッシュ素材っぽくなってて、もう見た目の時点でかなり息苦しさが改良されてると思います。そんな感じで結構見た目は変わるんですけど、ただどちらも990円プラス消費税で値段はね、変わらないです。ユニクロのマスクが発売された当初、結構夏の暑い時期で、その時に息苦しさもあるし、暑いっていう感じで言われてたんですけど、それも改良されて接触冷感、冷たく感じたりとか、お肌にも優しくなっていたりとか、あとは UV90% カットっていうロゴもね追加されてます。一番最初に登場したこちらのマスクは、今の寒い時期につけたら結構あったかくていいのかもしれません。私がつけてるのは S サイズなんですけど、これ S サイズは子供用らしいので、女性だと M サイズを買う方が多いらしいんですけど、私はこの S サイズがすごいぴったりですごい気に入ってます。でもやっぱ暑苦しい感じはあるかも。つけた瞬間がちょっとヒヤンってしますね。でね、息がしやすいということですね。はい、色味のねホワイトな感じはそんな変わんないんですけど、こんな感じです。こちらの布の生地がちょっとだけ薄いからか、気持ち S サイズでもちょっとゆとりがある感じかな。改良前の方がビシッピタって感じでした。つけ心地が良くて気に入ってます。続きましてがグレーです。グレーだけ M サイズだからちょっと大きいです。少し私には大きいんですけど、グレーだとこんな感じの色合いです。ここにエアリズムのロゴが入ってます。私は M サイズが気持ち大きいので少し下がってきちゃったりするんですけど、寝る時にマスクつけたい時とか、あとは化粧をあんまり落としたくない時とか、あとすごい暑かった時とか、そういう時は結構この M サイズを使ったりしていました。 M サイズと S サイズで結構これだけ違います。はい、こんな感じね。で続きましてベージュです。ベージュはこんな感じです。私が一番気に入っているカラーがこのベージュです。ほんのりピンクのカラーですごい気に入っています。はい、毎日のようにベージュ選んじゃうかな。ささっとコンビニ行く時とかは白とか使うんですけど、仕事の時とか遠出する時はほぼこのベージュです。はい、可愛くて気に入ってます。今新品開封したんですけど、このベージュのカラーのものはもう何十回と一つのマスクを選択して使っている感じです。大好き。なんか可愛くないですか？今日私が履いてるこのパンツにも色味が合ってる感じでかなり気に入ってます。女性におすすめのカラーはこちらのベージュです。こちら黒です。はい、こちらがブラックのカラーです。結構かっこいい感じですよね。ただマスクの形がすごい綺麗なのでシュッとしてる感じ。黒だと汚れが目立ちにくいということで、そうそう、ホワイトは結構使用頻度が高くなってきたりするとどんどん黄ばんでいっちゃいしまうというね。なんかやっぱ白はね汚れが目立ちやすいですけど、こういうやっぱブラックとかだとあまり汚れにくくていいかもしれませんね。ブラックはちょっと小顔効果があるかもしれません。ちょっと引き締まって見えるかもしれません。
というわけで私のお気に入りのベージュのをつけたいと思います。今までは結構使い捨てのマスクを使うことが多かったんですけど、ベージュのカラーにしてからはこのユニクロのマスクをね使うことがかなり増えました。それぐらいすごい気に入っています。何よりもやっぱ形がすごい綺麗だし、耳も痛くなりにくいのですごい好きです。ただ洗濯をやっぱり繰り返していくと少しだけやっぱ縮んでいく感じがあるので、新品開封で着用した時よりは少しねキュッとする感じがあります。鼻のここの当たる部分に関してはここにねちょっと化粧が取れてしまったりとか、長時間つけてるとこのあたりに少しね線がついてしまうので、それこそ私長く使う時とかはもう一回り大きな M サイズをね使うようにしています。はい、ただねちょっとマスクがね大きすぎてもちょっとずり落ちちゃったりするので、やっぱり私はこのフィット感のあるね自分の顔の大きさに合ったマスクをつける方がいいかなと思って、はい、というわけで私はこの子供 S サイズがお気に入りでずっと使っています。はい、洗ってもよれずに使えるユニクロのエアリズムマスクがお気に入りです。カラーがねついてる方がおすすめかなっていう感じがします。ご参考までに。たまにやっぱマスクをね着用してねマジックショーをすることがあるんですけど、その時はこのねエアリズムマスクを使ってステージに立ってます。ただやっぱり今こうやって動画で話してて思うんですけど、やっぱりマスクしてるとちょっと息苦しいですね。改良されたと言ってもこうやってずっと喋ってると結構苦しい感じはするので、マスクはできる限り通気性の良いものをね選びたいななんて思うんですけれども、私はずっとこのユニクロのベージュがラブって感じなんですが、最近聞いた話では、アンダーアーマー、スポーツウェアのメーカーが出してるマスクがあるんですけど、そのアンダーアーマーのマスクがものすごくいいって聞いてます。おそらくね、そういうスポーツウェアのブランドが作っているということなので、トレーニングとか、あとは例えばですけど、ジョギングとかする時にも苦しくないような形になっていると思うんですよ。で、やっぱりこの、つけた時に肌に触れないのが空間ができてるらしくて、とても呼吸がしやすいそうなんですね。快適に過ごせるらしいです。まあそれを聞いて少し気になってるんですけど、形がね結構ここら辺がね結構カクンってしてるんですよ。強そうな感じのマスクで、女性向け用にパープルのカラーがあるそうなので、買うならパープルがいいなと思いつつも強そうな感じの印象のマスクだったので少しだけ抵抗があったのと、あとお値段も一つね3000円以上するんですね。ユニクロのこちらのエアリズムマスクは3つで990円だったので、そう考えるとこちらの方がお手頃で買いやすいかなと思います。はい、アンダーアーマーはやっぱ3000円以上するんですが、一応なんか洗濯用の袋みたいのも一緒についてくるらしくて、それで繰り返し使えるそうです。で、あとはこのユニクロのマスクみたいにペローンってしないでこうしっかりとカチッとしてるみたいです。機会があったら買ってみようかなと思いますが、私の今年の一押しマスクはこのユニクロのエアリズムマスクのベージュのカラーでした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。